イオンモール佐賀マトは、佐賀県佐賀市大和町に所在するイオン九州が運営するショッピングセンターである。ジャスコ時代の愛称は、ヤマジャス、ヤマジャ。建物の建設、施行は、浅沼組が担当した。各テナントである、イオンを含め、イオンエンターテイメント経営の映画館、イオンシネマ、後にイオンと合併した、ホームセンターホームワイド、ベスト電気などが、 タウン内で営業している。飲食店は1階にレストラン街、2階にはマクドナルドなど軽食中心のフードコートがある。北側には佐賀県で唯一のタワーレコード佐賀店が開業当初から営業している。FM 佐賀や NBC ラジオ佐賀が平日夕方や週末昼にサテライトスタジオを使ってジャスコ内から中継を行っていた。現在は サテライトスタジオ平常に伴い行われていない。モラージュ佐賀や夢タウン佐賀がオープンする以前より、佐賀市内や周辺市町村などから客足を獲得していた。現在は3店舗の激しい競争が続いている。なお、この4モールはイオン九州が運営している。公式ウェブサイトのデザインは他の4モールと変わりないが、フロアマップ等一部が独自仕様となっている。 一回二回、ありがとうございます。